はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ピリリと辛い、わさびです。前回は、ブレイズトラップを作りました。脇範囲、半端なす。でですね、今年の頭くらいに、脇範囲の検証と、天空トラップについての動画をアップしたのですが、その時に、水流式がいいよ、とか、看板式がおすすめだよ、などのコメントをいただいていました。で、その時わさびが気になったのが、看板でトラップタワーを作れるというものです。一番手軽に作れて、かつモンスターが落ちる落ちないを気にしないでいいので、それで作れるのであれば、最強なんじゃないの、ということで、今回はまず、バージョン 1.09 でも、看板でモンスターが湧くのかについて、検証していきたいと思います。水流式については、うまくいかなかったなどの情報があったので、今回は見送りたいと思います。では、やっていきましょう。検証装置といっても、すでに軽く作ってあるのですが、こんな感じで、ひたすら看板を敷き詰めるだけの簡単な装置となってます。辛い。で、今回は看板でモンスターが湧くといっても、2パターンあるじゃないですか。それが、看板が隙間なく設置されている状態と、普通のトラップタワーのように、スペースを空けて設置してる状態です。なので、この2パターンの設置方法で、どちらが湧きやすいのかを検証しつつ、その結果によって、トラップタワーに応用したいと考えてます。で、今回の装置の仕組みは簡単で、看板を湧きそうと考えて、比較的小規模なトラップタワーを作るだけの、簡単なお仕事です。辛い。なのでまず、待機場所を適当に決めたら、そこから25マス離れたところに、適当な豆腐を作って、その中に看板を設置していきます。看板は、設置面を壊すと一斉に壊れるので、まずは、自分が作った適当なサイズの豆腐の中に、ひたすら看板を設置していきます。こんな感じで、もう隙間なくやっちゃってください。辛い。設置しました。もうね、ただただひたすら設置するだけの、誰でもできる簡単なお仕事です。見ての通り、豆腐の中身がすべて看板となってます。設置してて思ったのですが、これはかないんじゃない。まあ検証なので、湧かなくてもいいでしょう。辛い。ここまでできたら、あとはひたすら、丸石を設置するだけの簡単なお仕事です。辛い。完成しました。こんな感じで、中が真っ暗になってれば OK。では、検証をやっていきましょうか。ゲームモードをクリエイティブと、ハードに変更して、落ちてこないか待ってみます。あれこれ5分ほど放置してたんですが、全く落ちてくる気配がないので、看板と看板の間を、2マス開けたいと思います。と言ってもこんな感じで、壁側の看板を壊すと、一気に取り壊せるので、楽でいいよね。看板をただ設置するの、苦用。取り壊しました。こんな感じで、普通のトラップみたいに、間を2マスにして看板を設置しています。あとは、ブロックを設置し直したら完成です。楽ちんで、草。では、モンスターが降ってくるか、しばらく放置します。さあさあ、看板で湧きまくって、わさびをびっくりさせー。本当に降ってきたー。なるほどなるほど、看板でも本当にモンスターは湧くんですね。これって、PE 版だけの仕様なのかな?これをうまく利用すれば、雲置きにすることなく、トラップタワーを作ることができるので、もしかしたらかなりいい感じのものが作れるかもしれないですな。ただ、看板の準備と設置が、ただただ苦用。辛い。ということで検証として、看板でも本当にモンスターは湧くのか、について、実験してみました。あの後、クモもゾンビも湧いたので、いろいろなアイテムがゲットできるトラップになりそうですな。もしかすると、今後のアップデートで、看板が使えなくなる恐れがありますが、これでトラップタワーを作ってみるのもありなんじゃないですかね。ということで、今回の動画は、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録&高評価をよろしくお願いいたします。
また、動画の感想やコメントを残していっていただけると、わさびが喜びます。では、またねー。